皆様、こんにちは。パトリック浜辺です。僕は普段、ダンサーをしながら、ダンスメディアの運営や、ダンスのオンラインレッスン事業などをやっております。このチャンネルでは、ジャニーズの皆様のダンスの素晴らしさを伝えるため、ダンスリアクションとか、ダンスの解説を中心にやっております。よろしくお願いいたします。今回は、スノーマンさんのジューシーのダンスプラクティス動画を取り上げて見ていきたいと思います。一緒にですね、ダンスのリアクションしながら、止めながらダンスの解説をしていけたらと思います。よろしくお願いいたします。ではもう早速見ていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。あ、かっこいいですね、このオープニングで。立ち姿もすごいですね。それぞれいろんな方向を見てポージング取ってますね。これ、岩本光くんが振り付けをしたということで、みんなで一緒に決めていったんでしょうね。素晴らしいですね。うん、かっこいい。チョッピーもね、うーんって撮ったり。あ、かっこいい。おー、ここのヒーくん、マジやばいですね。カッカッっていう音に合わせて、ちょっと音を取ってるんですね。うん。おほーマイケル・ジャクソンみたいな、クッとしまい込んで、膝をですね。で、多分上がってくるんでしょうね。おわー見ましたか、ここの。やっぱここは、ヒーク目立ってるな。胸のアイソレ入れながら、どん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 上に上がっていくっていう、簡単そうに軽くやってますけど、かなり難しいことやってますね。伊達様風すごいウェーブ。あとね、このコジ君のね、バランスも見てほしいんですよね。やーべえ。めめ。おーほー、ゼログラビティ。マイケルがある曲でやってたやつですね。重心をクーッと踏み込むに合わせてやってるんでしょうね。あお、ベベ。おーほー、いいね、ウェブ。あ、いえ。足上がるな、みんな。あ、イエス。あー、ヒークいいね。ここ、カッカッとね、ヒット。筋肉を弾いてるんですけど、弾くというよりかは、ですね、動かし方的には、肩を上げるじゃないですか。肩を、ちょっと腕を開きながら落とすと筋肉が張るの分かりますか？そこでパンと筋肉を弾いて音を取ってるのがめちゃくちゃ見えますね。背中越しにかっこいい。うん。さっくん、ありがとう。あ、かっこいい。あ、すいません。さっくん、かなり押してまして。表情が、まあ、くらくらでね、目線外しながらセクシーですね。おほー、今、さりげに、すごいですね。出てきて、軽くステップをしてるんですけど、バックスライドといって、一般的にはムーンウォークと言われるやつですね。これを軽く入れてますね。ここ、おや。ああ、首のノリいいね、めめ。おはー、ふっか。チャッピー。ああ、もう、さっくん、好きです。笑顔いいね。エアーね。スータ、スータってエアー、空気を抱え込むようにやってて、体型移動ですね。よく使うやつですね。ああ、ジューシーね。あ、いや。伊達様。おー、かっこいいね。ここ、一列に並ぶためにね、テレコで入ってくるところですね。あっはっは。これ多分、いろいろ皆さん言ってると思うんですけど、ジャンプして、ここちょっと体重後ろに乗せながら、この、やばいですね。で、やっぱこれ、足の靴揃えたの見えますね。プーマのスウェットだな。プーマこれ、紫のやつ持ってます。結構ブレイキンの人とかって持ってるイメージですね、スウェード。あー、おしゃれ、手振り。あー、体型移動ね。ここね、ここの両サイドの移動って結構、他と違って移動距離が長くて難しいんですけど、綺麗に揃えますね。うん、あー、かっこいい。あ、ラウル君のこれね、クイって見えますね。
しっかりとリリース、胸を上に上げてね、見せてますね。おお、ここの振り大好きですね。ロックダンス、よくジャニーズの方結構入れる、特にスマップさんとかライスさんとかで結構見るロックって腕を回してクッて止めるやつね、の応用で振り付けてるんだな。ノリがね、ずっと16ビート。あーいや、うわー、ラールくん、かっこいい、セクシー。やばいっすね。テンション上がりますね。見てこのラインの綺麗さ。もうモデルもやるだけある。このやっぱりね、足長いっすね、みんな。素晴らしい、メメもね。あー、たかたかってやりながら足を出してね、しっかりこれ腰を上にちょっと持ち上げて見せてますね、綺麗にラインを。あーいや、あー、これが有名なやつか。女性の形を、体型を表してるっていうね、ジューシー。あーいいね、メロディーを腕のウェーブで撮ってるんです。結構それぞれ見えますね。ラール君は全体的に優しく髪を撫でるような感じですね。で、他のメンバーで見てみると、ああ、さくんとかは、初速をクンって入れて余韻でやっていくような感じですね。わお、おほー、出方かっこいいね、ヒー君。ヒップホップ。あれ、ちょっと待って、いろいろやりだそうとしてるぞ。ダーテ様、おお、さっくん見ましたか、それぞれちょっと情報量が多いんですけど。サックのアクロバティック、アーベちゃん、いや、好調いい。あー、いいね、ここちょっとタット的なね、しっかりと肘を90度に曲げて、ここのね、膝を畳み込むのもうまいんですけど、バタフライって言うんですけど、外からね、膝を一回外に出して入れ込むことによって、より見えるんですよね。そこをしっかりと、伊達様さすがですね。グイン、イエス。あ、構成いいね。さりげにね、このね、やっぱひーくん、ダンスめちゃうまいですね。アイソレを回しながらね、ゆるーく軽ーく押したりに踊ってますね。いや、うん、さくん綺麗。いい構成。わお、キック、いいね、カウチー。うん、いやー、相変わらず綺麗ですね。首を振るタイミングも完璧に揃っております。だだだだ、いい体型移動。うんうんうん、やっぱりこの黒パンツも結構揃えてんでしょうね。で、より赤が映えるというか、このコジ君の体感お化けですね。イエス、いいとこ、フッカーかセンターか、いろいろセンター入れ替わりますね。けどやっぱセントに来るこのラウール君が、やっぱここの振りは一番見えますね。ライン綺麗よ。ああ、おしゃれ、メメ見ましたか、このウェーブのところ、ちょっと見てください。ああ、ちょっとね、指を垂れてるんですね。おしゃれ、セクシー。あー、かっこいい、ここの身長差も燃えますね。うん、僕の推し二人なんで。ワンシーン、いや、ちょくちょくね、やっぱひーくんばっかりちょっとフォーカスしますけど、このね、下向き加減のポージングいいですね。いや、だて様、すごいエナジェティックですね。エネルギー溢れてますね、ロイヤル。はいはい、わお、いいね。腰をクイッククイッってやりながら戻すときに、体型も戻してスルッとね、移動していますね。おいえ、そしてアイソレも入れてんのか。ですね、胸を回すことによって肩も動いて、入り込むことによって体をこっちに持ってくる動きが素晴らしい。あ、別振りか、サビ、おしゃんですね。やっぱサビってガシガシ踊りたくなるんですけど、こういったおしゃれに作るのがヒークのセンスですね。
あーいいね、見える見える見える。ただ前後動いただけなんですけどね、見えますね。ちゃんとこれも音に合わせてトントントンと歩いてリズムをとってますね。あいいよ、イエス。あーいいね。ここのところもね、このた前乗りというかで16ビートをちゃんと消さずにリズムをとって、リズムが全然みんな消えないですよね。あー見える、いいよ、テイリングー。あー見えるな、これ縦に揃って腕でウェーブかけるのめっちゃ見えますね。うん、阿部ちゃんいいよ。あーおしゃれ。ちょっと待って、あの俺の声が邪魔しましたね。ちゃんと聞きましょう。トゥルルトゥルルのところを足でポポンポンとちゃんとオンタイムで取って、あーと余韻でね。やーべー、かっこいい。最後のこれもめっちゃいいですね、立ち位置。いやーセクシーでした。なんか大人な感じですね。はい、ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございました。なんかここ流してくれるの超いいね。素敵ね。スノーマンの皆様はですね、やっぱダンススキルが高いっすね。でこの曲は、まあね、先ほどの通りで山本ひかるくんが振り付けをしまして、誰様が選曲をしたのかな、気合入ってましたね誰様。基本的なみんなあのリズムの取り方っていうのは実際ブレないですね。きちんと音を聞いてダンスをしてるなっていうのが伺いました。ジューシー、おしゃれだな振り付けが。マジでもうまだ余韻が残ってますもんね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。少しスノーマンさんのダンスの魅力伝わりましたでしょうか。もう十分知ってるよって方が多いとは思うんですけれども、改めて見るとやっぱりすごいですね。はい、ありがとうございました。今回以上になります。この動画少しでもいいな、面白いなと思っていただけた方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もジャニーズの皆様、各グループのダンス取り上げていきますので、また楽しみにしていただければ嬉しいです。また高評価コメントもどしどしよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、次回の動画でお会いしましょう。ではでは。